よし、出発だ。しばらく帰らないつもりだった。ある夏の朝早く、一人家を出て海を目指して歩き始めた。ちょっと心配ではあるが、日暮れ前には海岸へたどり着けるだろう。歩きやすい靴を履き、まぶしいのでサングラス、日射病予防として頭にタオルを巻く、肩に水筒、背にはリュックサック、できるだけ荷物は少なめに、タオル、歯ブラシ、トイレットペーパー、下着、靴下、 T シャツ、レジャーシート、その他、もちろん財布も持った。歩きながらあれこれ考える。もう嬉しくて仕方ない。今夜念願の野宿をするのだ。床も壁も天井もない、満天の星空の下で寝るのだ。夜の砂浜にシートを敷き、タオルを重ねて枕にして寝るのだ。打ち寄せる波の音に包まれて寝るのだ。星座の伝説とか、人類の過去と未来とか、愛とか青春とか人生とか考えながら、眠れないだろう。だが眠る必要もない。それはきっと素晴らしい経験に違いない。なぜもっと早く経験しなかったのだろう。今ではただ歩くだけで疲れてしまう。もう若くないのだ。だから孫にまでボケ老人とか徘徊老人とか言われてしまう。ああ、まだ見えない。どこまでも遠く青く広い海原。